俺決めた。なんだよ急に。罪を犯しちゃったのは事実なんだから、やっぱりその分何かしなきゃいけないと思うんだ。だから俺、安全な場所に着くまでの間、できるだけ大勢の困ってる人を助けてあげることに決めた。とてもいい考えだと思う。うん、カナタらしくてとてもいいわ。困ってる人ね、例えばあそこにいるみたいな。うん、まさかこんなに魔物がいるなんて。大変だ、魔物に囲まれてる。助けなきゃ。そうだね、助けてあげよう。押し切ります。怪我はない、ここは任せて。助けてくれるの？ありがとう。下がっていて。ううん、大丈夫、私も一緒に戦うよ。救済の光、ジャッジメント。やっ、食らうがいい。そこをどけ、二度は言わぬ。当たれ。えい、無駄だ。己が在庫を思い知れ。さあ、俺に任せてくれ。やっ、愚かな、我にかなうとでも思ったのか。ありがとう。三人ともすごく強いんだね。私はファラ、この先のノッチート村から来たんだ。俺はカナタ、こっちはミゼラとビシャス。君も強いね、びっくりしちゃったよ。つーか、ノッチート村って今俺らが向かってるとこじゃん。え？村に行くところなの？うん、俺たち旅の途中なんだけど、いろいろ必要なものが足りなくて村で分けてもらおうと思ってるんだ。特に調味料。ああ、それはちょっと今は難しいかも。ノチート村は農業が盛んな豊かな村なんだけど、去年はだいぶ天候が荒れちゃったから作物に恵まれなくて。そっか、そんなに大変なんじゃ物を分けてもらうなんてできそうにないね。うん、残念だけど。それにね、別の意味でも今はやっぱり村に近づかない方がいいかな。不作のせいでお金も食べるものもなくて、村のみんな今すごくイライラしちゃってるの。しかもね、山を二つ越えた先に同じように農業が盛んな村があるんだけど、そっちは天候に恵まれてむしろ今年は豊作だったみたいなの。そのせいで余計にみんなピリピリしちゃって悲しいよね。そんな風に人を恨んで怒ったって何にもならないのに。そうだね。あ、私も急いでるんだった。ごめんね、カナタ、もう行かなきゃ。いろいろ教えてくれてありがとう、ファラ。一人で大丈夫？うん、さっきは油断しただけだから、行ける行ける。もしそれでも村に行くなら私の幼馴染を頼ってみて。ちょっと面倒くさがりだけど、なんだかんだでやってくれるから。それじゃあね、カナタ、ミゼラ、ビシャス、旅の無事を祈ってるよ。あ、ちょ、幼馴染さんの名前言っちゃった。慌ただしい女だったな。カナタ、
これからどうするの？このまま村行くに決まってんだろ。塞ぐっつっても金や酒ぐらい奪えばあるだろうしよ。いっさ！山を二つ越えた先にも村があるのか。そこまで行くのはちょっと遠いな。それに迷ってんだったら理屈じゃなく心で決めちまえよ。お前はどうしたいんだ、カナダ。やっぱりこのまま村に行こう。困ってる人がいっぱいいるなら助けてあげなきゃ。うん、カナタらしいね。んじゃ、さっさと行こうぜ。みんな、気を抜くな。退くわけにはいかないんです。光よ、ダオスレーザー。えい、ヒレッセ、テトラアサルト。斧が在庫を思い知れ。来るがいい。まとめて根絶やしにしてやろう。これでどうです？グランシャリオ食らうがいい。そこをどけ。二度は言わない。 あと少しだ。一気に決めるぞ。俺たちはここで止まるわけにはいかないんだ。ふん、他愛ない相手だったな。ノチート村。暗いね、とても。明かりが少ないせいじゃねえな。こいつはジメッとした負け犬が垂れ流した感情の暗さだ。声が大きいよ、ビシャス。んな、ビクビクすんなよ、カナタ。簡単にバレねえようにわざわざ街灯つけてんだろ。あそこにあるのビジョンセントラルだよね。ってことはここが村の中心？そうみたいだね。人もいっぱいいるし。はぁ、すまんねえ。鳥居の村の野菜、また高く売れたらしいぜ。買うやつがバカなんだろ。あんなもん、農薬まみれに決まってるのによ。あいつらきっと、禁止されてる危険な農薬も使ってるんだ。そうに決まってる。カナタ、あれを。ビジョンセントラルに新しい情報が。間違いない、罪の典型だ。お、新しいトガ人だ。へへへ、女に乱暴したのかよ、このクズ男。消えちまえよ、こんなクズはよ。許されないんだ、お前みたいなやつは。ああ、そうだ、消えるのが正しい、それが正義だ。消えろバーカ。あ、カナタ。ヒコ、見てられないってか、こんな醜い連中は。俺、ビジョンオーブは正しい世の中にするためにみんなが正義の心で使ってるんだと思ってた。だけどこんなの。別に、これが普通じゃね。こんな世界じゃよ。なんかごめん、無駄足踏ませちゃったね。カナタのせいじゃないよ。まあ俺は花から村の連中なんざどうでもよかったんだけどよ。せめて調味料くらいは欲しいよな。ダメだよ、とても分けてくださいなんて言える雰囲気じゃないし。あんたたち調味料が欲しいのか？あなたは。分けてやってもいいぜ。条件付きだけどな。
誰？俺はリッド。この村のもんだ。村の外れで、たまたまあんたたちが魔物と戦ってるとこ見たんだよ。やるもんだな。すげえよ。この辺の魔物は凶暴で、俺でも手こずるってのに。まどろっこしいのはなしにしようぜ。さっさと要件言えよ。じゃあそうする。あんたら、俺に力を貸してくんないか？力を？魔物退治ってこと？いや、むしろ逆っていうか、ここんとこ、村の周りで魔物を狩りまくってる怪しい男がいるんだ。あんたらみたいに、襲われたから身を守るために戦ってるんじゃなく、そいつは自分から出向いて魔物を狩ってるらしい。おまけに、話しかけようとすると、人を殺しそうな恐ろしい目で睨んでくるんだとさ。だから村のみんな怖がって、なんとかしてくれって泣き疲れちまってよ。それは大変だ。そんな怖い人を相手に、あなた一人で立ち向かうつもりなの？だろ？大変だと思うだろ？だから手伝ってほしいんだよ。あんたらの腕を見込んでな。なるほど。それが調味料を渡す条件か。そういうこと。俺、山には詳しいんだ。大体の香辛料は、その辺にあるもんで作れるはずだぜ。香辛料。彼方。村の人たちを怖がらせる怪しい男。そんなのを野放しにはできないよ。わかった、リット。俺たち、手伝うよ。そう言ってくれると思ってたぜ。